受験相談、塾選び相談など何でもどうぞ。はい、皆さん何でもどうぞ。好きに聞いてください。個人的に言うとね、塾選びは慎重になる方が多いと思うんですけど、行ってみないとわかんないっていうのと、あと個別はマジでその塾長さんとか教実長の方のその力量がものすごく関係してくると僕は思ってます。なので、この塾長さん優しいなとかじゃなくて、この塾長さんちゃんとバイト管理してるんだなとか、この塾長さん細かいなとか、そういった判断の方がいいのかもしれないですね。あとはもう一番やめた方がいいのは、転職してきてる方、まあ、雇われ店長みたいな塾長さんとか、あとはその教育業界とは全く無縁のとこから起業された方は、だいたい外れるかなと思いますね。まあ、なんで外れるかっていうと、これ前も言ったんですけど、塾の起業ブームっていうのがあって、最近もちょっとあるんですけど、それで全然関係ないけど、フランチャイズで、いわゆる独立しようって言って独立された方が昔めっちゃ多いんですよ。今のね、50歳以降の方じゃないですかね。多分、保護者の方の世代か、ちょっと上ぐらいの世代で、多分そういったのがあったんですよ。だけど、そういった方々って、言ってしまったら独立してるだけなので、あんまり受験とか対策とかに対して疎かったりとかするんで、僕がバイトした経験でもそんな感じだったので、はい、なので、ひどいところだと正社員だとしても、その大手の正社員だとしても、まあ、分かってないみたいな感じの人もいますし、はい、なので、気配りとか、あと知識、能力っていうのが個別は重要なんで、そういうのは選んだ方がいいかなと思いますね。集団は学力が平均点以上でないと基本的に切り捨てられるんで、どんなにいい合格実績があっても、それはうちの子には合わないと思って、ちゃんと割り切った方がいいと思います。親が行かせたい塾じゃなくて、本人が行かなきゃいけない塾を選んでください。あとは本人が行きたい塾が正解でもないっていうことを理解してほしいかなと思います。どんなに本人が望んでたとしても、それが自立っていう意味で選ぶんであればいいと思いますけども、それが本人の甘えにもつながる可能性もあるので、この辺はちょっとね、考えてもらった方がいいかなと思いますね。ちょっと後でまたね、時間があれば話していきたいなと思いますけど。